おはようございます。シムパイロット QQ です。さて、本日は、マイクロソフトフライトシミュレーターにワールドアップデート10がやってきました。このワールドアップデート10は、主にアメリカとアラスカのアップデートとなります。ワールドアップデート2で追加されたアメリカを強化する今回のワールドアップデート10ですが、どのような内容が追加されているのか確認していきたいと思います。まずアップデートについてです。今回のアップデートではメインのアメリカのアップデートの他にスペイン語と中国語の翻訳が追加されます。最新のエアラックと吹き流しが遠くからでも見えるように修正が入ります。アップデートの方法ですが、ストア版の場合、最初にマイクロソフトストアから 300MB ほどのアップデートを受け取ります。そしてゲーム上で 2.63GB のデータをアップデートします。ワールドアップデート10をダウンロードするため、マーケットプレイスを押します。今回のワールドアップデート10の容量については 5.6GB となります。また、デラックス、プレミアムデラックス、そして過去のワールドアップデートを適用している場合、コンテンツマネージャーにアップデートがありますので、そちらからアップデートをダウンロードします。例として、プレミアムデラックスとすべてのワールドアップデートを適用している場合、1.98GB ダウンロードされます。今回のダウンロードの合計については、10.51GB となりました。アップデートを適用する場合は、ハードディスクの残りの容量を確認してください。それでは、今回のアップデートで追加された空港を確認していきます。今回のアップデートでは、新しく4つの空港が追加されています。今回追加された空港については、ガヤシミュレーションズさんが対応しています。まず一つ目の空港ですが、バルディーズ空港となります。こちらはアメリカのアラスカ州にある空港となっています。滑走路の本数については1本となっており、滑走路の長さについては1981メーターです。空港名のバルディーズについては、海軍大臣のアントニオ・バルデス・イ・フェルナンデス・バダンさんから名前を取っています。この空港に着陸する場合は LDA アプローチとなります。LDA アプローチについては、滑走路とは全く関係ない場所にローカライザーアンテナを置き、滑走路が見えた段階で旋回を行い、目視着陸をする方法となります。天気が良い場合にのみ使用することができるアプローチ方法となります。滑走路が見えなかった場合、即座にゴーアラウンドする必要があるため、少し難易度が高い着陸方法になります。次に2番目の空港ですが、ブロックアイランドステート空港となります。ロードアイランド州ブロック島にある空港になります。この空港の滑走路の長さについては、763メーターと非常に短い滑走路になっています。ブロック島の名前の由来ですが、アメリカの探検家であるアドリアン・ブロックさんから名前が取られています。このブロック島には夏にカヤックやパラセーリング、釣りを目的とした観光客が訪れています。滑走路が短いため、この空港にはブリテン・ノーマン BN2アイランダーを使用した定期旅客便が運行されています。この空港には格納庫や空港内を整備するトラクターがあります。次に3番目の空港ですが、カタリナ空港となります。この空港はカリフォルニア州にあるサンタ・カタリナ島にある空港です。空港については赤い屋根が特徴となっています。また、施設内には、サンタ・カタリナ島の全体像を示す地図があります。カタリナ空港の管制塔の様子です。運航に最低限必要な装備が備え付けられています。このカタリナ空港ですが、標高488メーターの高台にある空港です。そのため、別名、天空の空港と呼ばれています。空港を建設する場所にはもともと高い2つの丘と峡谷がありましたが、
丘を爆破、そして彫刻を平らに埋め立てたことで現在のカタリナ空港が建設されています。道路の長さについては914メーターと短い滑走路になっています。空港が高台にあり、場合によっては突風が発生してしまうことと、着陸を補助するための ILS やパピなどがないため、着陸する際は非常に難易度が高くなります。そのためこの空港に着陸する際は、着陸の意思確認として35ドル、日本円で4700円支払う必要があります。最後の空港ですが、レイクタホ空港となります。この空港についてもカリフォルニア州にあります。滑走路の長さについては2603メーターとなっており、今回のアップデートで追加された一番長い滑走路を持つ空港になっています。空港周辺にはタホ湖と呼ばれる湖があります。北米で最大の鉱山湖であり、透明度が高い湖として有名です。名前のタホについてはインディアンの言葉で大きな水を表しています。このタホ湖周辺については、現在公開されているトップガンマーヴェリックのロケ地として使用されました。この空港のユニークな点ですが、空港があるサウスレイクタホ市の庁舎が空港の建物内にあるという点です。この付近に住んでいる住民たちは行政サービスを受けるため、このレイクタホ空港に訪れます。以上が追加された4つの空港の内容となります。今回のアップデートで新しくなった街をご紹介していきます。今回のアップデートで新しくなった街については全部で12都市あります。代表例として4都市をご紹介します。まず1つ目がワシントン州のシアトルとなります。このシアトルにはマイクロソフト社の本社があります。こちらがニューヨーク州オールバニーという街です。こちらがフロリダ州キーラーゴ島です。北米本土で唯一天然のサンゴ礁が見れる場所です。こちらがカリフォルニア州にあるサンディエゴの街となります。サンディエゴには年間2000万人が使用するサンディエゴ空港があります。ただしこのサンディエゴ空港については滑走路が1本しかないため、非常に混雑する空港として有名です。以上が追加された街の代表例となります。次に追加されたランドマークです。ランドマークの数が多いため一部のみご紹介いたします。まずは大幅にランドマークが追加されたワシントン DC です。今までワシントン DC のランドマークについてはホワイトハウス、そして奥にあるアメリカ合衆国議会議事堂のみとなっていました。今回のアップデートでワシントン記念塔が追加されます。また各種博物館が追加されます。現在映っている博物館については国立自然史博物館と呼ばれ、恐竜から希少な宝石まで自然界を代表する展示物を公開しています。どうして博物館を追加できたのかについては、こちらの建物が全てを物語っています。こちらはスミソニアン協会本部となります。今回スミソニアン博物館とマイクロソフトフライトシミュレーターがコラボを行い、スミソニアン博物館に関わる建物が多く追加されています。こちらがスミソニアン博物館で最も人気がある国立航空宇宙博物館となります。この博物館の中には実際に使用されていた機体が保管されています。また別館であるスティーブン F ウドバーペイジーセンターも今回のアップデートで追加されています。ワールドアップデート10の発表についてはこの場所で行われました。ラッシュモアさんにある国立記念碑も今回のアップデートで追加されます。こちらがミズーリ州セントルイスにあるゲートウェイアーチです。その昔アメリカはセントルイス付近に流れている川ミシシッピ川を越えて未開拓地であるアメリカ西部へと旅立っていきました。この歴史的出発点を記念として作られたのがこのゲートウェイアーチとなります。以上追加されたランドマークの代表例となります。
ワールドアップデート10で追加された内容についてご紹介をいたしました。今回ご紹介できなかったものについては、実際にワールドアップデート10をダウンロードして体験していただけたらと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。